タック25。こんにちは、パネルクイズアタック25司会の片脇芳です。問題を差し上げます、相馬ひろみです。今日もアメリカ旅行を目指していただきましょう。はい、続々と旅行獲得者が出ています。皆さんも頑張ってください。ではこの問題から参ります。相馬さん、よろしく。グローブと防具をつけ実践的に打ち合うボクシングの赤の方。その通り、お見事、正解です。13番に赤が点灯いたしました。はい、そういうことです。さあ参りましょう。相馬さん、よろしく。周りがすべて敵という状赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。7番。いや、そこに入ってしまったのか。この問題です、どうぞ。競馬の馬場の周囲に設けられている柵のことで、物事がはかどらない。赤の方。その通り、お見事、正解です。赤の方。さあ何番。1番。1番に赤が止まります。見事角をものにされましたが、参ります。問題です、どうぞ。簡単に履けることから怠け者という。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。6番。6番に赤が点灯いたしました。こういう形ですが、さあ参りましょう。相馬さん、よろしく。浄瑠璃や歌舞伎で当時の著名な噂話などを取材し、恋愛義赤の方。結構、お見事、正解です。赤の方。さあ何番。11番。11番に赤が止まります。問題どうぞ。その長さは蟹座の南から天秤座まで達し、88ある星座の中で最も長い。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。16番。いや、そこに入ってしまったのか。さあ問題です、どうぞ。夏の南の夜空に真っ赤な光を放つサソリ座のアルフ。赤の方。その通り。よくご存知でした。赤の方。さあ何番。21番。21番に赤が止まります。さあ角に入られたわけですが、参ります。問題です、どうぞ。次の文章が正しいか間違っているか、丸か×でお答えください。五臓六腑という言葉は漢方医学に由来するものですが、胃や腸は五臓に。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。22番。22番に赤が止まります。さあこういう形になったが、問題どうぞ。江戸時代末期の剣客
千葉周作が起こした。赤の方結構よくご存じでした。赤の方さあ何番。23番に赤が止まります。この問題です。どうぞ。日本では北海道の山岳地帯に生息している耳が短い。赤の方その通り。はい結構です。まさにその通り。赤の方さあ何番。24番。おやそこに入られましたか。さあ参りましょう。相馬さんよろしく。単位の接頭語で10目倍はギガでは10。青の方その通り。他の方も押されたんですが一瞬早かった。青の方さあ何番。12番に青が止まります。こういう形ですが、参ります。この問題です。どうぞ。物の考え方が180度変わる。赤の方その通り。お見事正解です。赤の方さあ何番。8番に入った。12番の青が赤に変わります。さあ他の方頑張る。次の問題です。7月24日は作家芥川龍之介。赤の方その通り。はい結構です。まさにその通り。赤の方さあ何番。25番に赤が止まります。見事角をものにされましたが、赤の方目下のところ好調ですが、さあ問題です。近代オリンピックの創始者クーベルタン男爵はどこの国。赤の方結構。お見事正解です。赤の方さあ何番。20番に赤が止まります。こういう形ですが、リードを広げましたがこのまま行くのか。次の問題どうぞ。梅は春の季語では。赤の方その通り。よくご存じでした。赤の方さあ何番。15番に赤が点灯いたしました。さあ他の方頑張る。次の問題です。海岸の景色がイタリアのベネチアに似ていることからその名も。赤の方さあお立ちいただきます。3人で参ります。この問題どうぞ。イギリスの二大政党は保守党と何党でしょう。白の方その通り。お見事正解です。白の方さあ何番。3番に白が点灯いたしました。さあどういうことになるんでしょうか。赤の方あと1問のご辛抱。この問題ですどうぞ。源氏の武将で八幡太郎といえば義家では鎮西八郎といえばその武将は誰でしょう。青の方その通り。はい結構です。まさにその通り。赤の方お戻りください。そして青の方さあ何番。17番に青が点灯いたしました。4人です。この問題どうぞ。さつき
シャクナゲ、コケモモ。これらはすべて赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ、何番？18番。いった。17番の青、赤に変わります。こういう形ですが、赤の方、目下のところ好調ですが、さあ問題です。次の文章が正しいか間違っているか、イエスかノーでお答えください。女性の服装のローブデコルテとローブモンタント、胸や背を広く出しているのはローブデコルテである。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ、何番？2番に赤が点灯いたしました。残るパネルが6枚ということは、あと1問でアタックチャンスに入る可能性が十分にあります。慎重に参りましょう。問題どうぞ。トルストイの小説とマーラーの交響曲とに共通する白の方。その通り。他の方も押されたんですが、一瞬早かった。白の方。さあ、何番？14番。14番に白が止まります。はい、そういうことです。さあ、ここでアタックチャンスの問題です。このアタックチャンスで流れが変わるのか。それでは参ります。アタックチャンス。発見者であるイギリス人の探検家の名がついているマッケンジー川がある国は。白の方。その通り。見事にアタックチャンスをものにされましたが、どういう作戦で来るのか。まずは何番？19番。19番に白が点灯いたしました。そしてアタックチャンスの狙い目は何番？1番。なるほど、そういう作戦できたか。アタックチャンス後の問題、大変大事です。この問題です。4人です。この問題どうぞ。かつてマヤ文明が栄えたユカタン半島はメキシコ湾と。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ、何番？9番。9番。いった。14番。19番の白が赤に変わります。さあ、角に飛び込むのはどなたなのか楽しみです。これからが勝負の分かれ目です。残るパネルは4枚。大事な問題です。行ってみましょう。東京湾は房総半島と何？赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ、何番？4番。4番に入った。3番の白が赤に変わります。はい、そういうことです。リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題どうぞ。全国の天然トラフグの 80% 以上が集まる。赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ、何番？1番。1番に赤が止まります。さあ、角に入られたわけですが、さあ他の方頑張る。次の問題です。ルーマニア語で喜びの一家と。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ、何番？5番。5番に赤が止まります。見事角をものにされましたが、さあご覧いただきましょう。残るパネルが1枚。さあ、パーフェクトなるのか。問題です、どうぞ。1991年、
今世紀最大とも言われる大噴火。赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方、ラストコール。10番に赤が点灯いたしました。ボード上をご覧ください。お見事、パーフェクト達成です。赤のアメリカ旅行挑戦権獲得、おめでとうございます。お見事。せっかく優勝されたのですから、アメリカ旅行にいらしていただきたいと思います。はい、今日はある国の名前をお当ていただきます。このパネルの取り方は文句ないでしょう。アメリカ旅行獲得なるでしょうか。ある国の名前 VTR スタート。その国とは。その通り。はい、おめでとうございました。おめでとうございました。ここで皆さんと一緒に確認してみたいと思います。アメリカ旅行いらしていただきます、おめでとうございます。おめでとうございます。アメリカ旅行を獲得したことをお伝えして、それではさようなら。2つ25